鶴田さんはどういった会社になるんですか？はい、フードロスをなくすために、はい、シェア冷蔵庫という新しいサービスを開発しているベンチャー企業になってます、はい、シェア冷蔵庫、近くの農家さんが規格外の野菜とかで、はいはい、まだ食べられるんだけれど、うん、捨ててしまうような、あの出荷できないやつですよね、味変わんないのに傷ついちゃってるとかで、そういうのがうまく販売できるような、そういうサービス、もったいないをなくしてフードロスなくすみたいな、うん、ここに来るのが今のところ出社になってるっていうことなんですかね。弊社の場合はちょっと特徴がありまして、はい、あの全員が愛知県の大手自動車メーカーのエンジニアの副業としてやってます。兼業企業という形でやっていただいてます、はいはい、ゆくゆくは自分のこのうちの会社にシフトチェンジしていくみたいな目標ってあったりするんですか？私自身はやっぱり自動車会社で新しいことを始めたりとか、このどんぐりピットの経験を生かしてこれからの車を良くに生かしていきたいなというところ、はい、なるほど、まあ、相乗効果っていうか、実際どうですか、このステーション AI っていうのは。やっぱりエンジニアってなかなかものづくりの見れないので、うんうん、こうやっていろんなベンチャーさんとの交流だったりとか、はい、愛知県さんの支援を受けながら自分の事業を進められるっていう環境としてはとても贅沢な環境になってます、まあ、周りその別の会社の方たちになると思うんですけど、はい、交流ってあったりするんですか？そう、もう本当日頃から話しますし、今ちょうど冷蔵庫置いてるんですけど、本当ですか？開発中の冷蔵庫皆さんに使っていただいて、うん、いろんなエラーだったりとか、はい、そういう形でここの場所を使わせて、実証実験できてるわけなんですね。もうすごい。はいはいはい、シェア冷蔵庫、はい、かわいい、かわいいっすね我々人と人とのつながりでフードロスゼロを実現するっていうところを目指してまして、はいはい、ただの販売じゃなくて、フードロスってやっぱり人と人とがつながることでなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますと、うんうん、はい、でどんぐりピットってどういう意味かって、はいはいはい、そうですよね、気になる名前ですよ、どんぐりピット、ふざけた名前だなって結構言われるんですけど、そうですね、はい、若手芸人みたいですよ、どうもどんぐりピットでーす、お願いします、どんぐりでーす、ピットでーす、M1 1回戦落ちどんぐりピット、それなんか縄文時代になんか集落に一つ穴があって、はい、ピットって穴っていう意味なんですよ、はいはい、日本人ってあの確か農耕民族なんで、はい、集落のみんなその穴に木の実とか集めて貯蔵していて、みんなでその木の実を分け合って食べていた、うんうん、その穴の名前がどんぐりピットっていうふうに文献で書いてあって、我々この令和時代のどんぐりピットを目指したいということで、社名で、そうか、ちゃんと意味あったんですね、素敵な理由が、事業内容とまあ一緒ってことですもんね、理念と、みんなで分け合って食べようっていうことで、うん、フードロスをなくすというそんな形で、このシェア冷蔵庫を作っております。じゃあこれ実際にはどうやって利用するんですか、うん、これ。これはですね、基本的にはタッチパネルでどんな商品が売られているかっていうところを確認することができるようになっています、はい、キャッシュレスなので欲しい商品を選んでいただいて、はいはい、写真と誰が売ってるよっていうのを確認した上で、この購入するというところ、はい、で事前に登録してくださった方々、はいはい、ここに QR コードがありますので、はい、これをかざすと、はい、決済がなりまして、はい、どんぐりが鳴ると鍵が開くという、あ、かわいい、どんぐりコロコロってさ大変、あーなるほど、そこから取っていただくという、はい、そんな感じです、なるほど、これで別のやつ取る不届き者はいないですよね、今のところはカメラで何とかしてあ、ちょっとそうですね、そういうのやってるんですね、で取って閉める、閉めるという、へえ、タブレット使って、で今日ちょっと皆さんにこの無料って形でお菓子とかコーヒー入れてるんですけど、はい、それでこのオフィスとかだとこの氷のがなんかお土産買ってきたけどなんかポンって置いたのちょっと寂しいじゃないですか、はいはいはい、オフィスだとそうやって使っていただいたり、あと大学の食堂さんとかの場合は、はい、この余った食材をお弁当にして売ってもらったりとか、あなるほど、素敵な取り組み、ね、今これどのくらい普及してるんですか？今ちょうど昨年末にサービス開始しまして、はい、今市役所さんに1台常設の冷蔵庫が置いてあって、はい、これが数が増えていくって形ですね。面白いねこういうのね、うんうんうん、ちなみにこのどんぐりピットさんではなんか他にこういうのやりたいみたいなのってあったりするんですか？そうですね、今ですと規格外野菜を使ってカレーライスを作ったりとかそういう商品開発もやってますし、いろんな行政さんと一緒になって街全体でフードロスなくせるようなそんな企業にしていきたいなというふうに。なるほど、でそっちが大きくなったら兼業するのはやっぱり大変になってくると思うんですけど、うん、土日だけで間に合いますそれ？なんとか頑張るそうですよね、いやすごい、どうぞ、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録高評価お願いします。会社行くのにチャッキーのロンティー着てくんな。
みのりです。かみのりです。まずよろしくお願いします。どういうお仕事か聞いていいですか？ですね、ローンチしたばかりなんですけど、カッタークラブのスポンサー集めをウェブサイトで行うプラットフォームを運営しています。はいはいはい。スポンサー集め、ジュニアからプロのサッカークラブまで、これからどんどんクラブに営業していって、まあ、投稿数を増やしていきたいなというふうに思っております。へー。まあ、会社自体は3年経ったんですけど、このサービス自体はローンチしたてで始めたばっかですね。なんでこういうのをやろうと思ったんですか？まあ、僕自体その、まあ、幼い頃から、まあ、大学生時代までずっとサッカーやってたんですよ、うん、でも本当にサッカー好きで、まあ、将来は絶対サッカー関連のサービスをしたいなと思っていまして、で実際に土日はあの僕サッカークラブ のコーチもやってまして、あ、そうなんですね。そこで見つけた課題として資金という部分が運営には欠かせないというところで、こういったサービスを運営させてもらっているというところですね。やっぱ今まではスポーツクラブが頑張ってこう営業かけて集めてたっていうことなんですよね、スポンサーって。そうですね、なかなかそのスポーツクラブでも人手も足りないところが多くて、やっぱりそのプラットフォーム上で運営することによってもっと流入を増やしていこうかなっていうところで、こういうサービスがぴったりなのかなと思って、へえ、すごい。ゆくゆくはどういう展望を目指しているんですか？まあ、ジュニアからプロまでなんですけれども、プロの方はまあ資金はそれなりにはあると思うんですけども、はいはい、やっぱり下のジュニアの方からまあ基盤作りといいますか、強いチームになって、将来的にはやっぱりその日本サッカー全体が盛り上がるようなプラットフォームにしていきたいなと思っております。いや、これすごいね、本当に。スポーツは金大事だからね。つうか、よく見つけましたね、こういうのやろうっていうところをね。だから実際に現場でそういうふうに感じたことをっていう行動に移してるわけだからね、うんうん、自分が応援するクラブだけじゃなくて全部のクラブをこう助けたいっていう気持ちなんですもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。会社行くのにチャッキーのロンティ来てくんな。